はい、今回アクションと飛距離の検証をしていくのはネイティブワークスのラトラー190です。推奨フックは ST66 の30と記載があったので、今回前後に30を取り付けています。これで検証していこうと思います。はい、ではタックルの紹介をしていきます。この大ペン図鑑ではアクションや飛距離に誤差が出ないように全て共通のタックルを使用しています。またブログの方では、今回使用したルアーの操作感であったり、得意なシチュエーションなどを、まとめてますので、概要欄からリンク飛びます。ぜひブログの方も覗いてみてください。はい、ではタックルの紹介ですが、使用するロッドが、ゼナックのミュートスアキュラ 100H で、リールがシマノのツインパワー8000番、ラインが PE の4号で、リーダーが、フロロの60ポンドで、先端にこのようにパワースイベルがついています。これで検証していきます。ネイティブワークスのラトラー190、3回飛距離測定していこうと思います。じゃあ1回目いきます。はい、1回目飛距離 66m です。はい、2回目飛距離が 66m です。はい、3回目飛距離が 71m です。65の直線強度をやっていこうと思います。